はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、榊龍也です。お前ごときが榊龍也に勝てると思うな。はい、本日もねエンタメをしていこうと思うんですけれども、あの本日のエンタメの、デッキこちらなんですが、あの皆さん、あのオットアイズメテオバーストドラゴン向きましたかね。このモンスターめっちゃ強いっていう話はちょっと何個か前の動画でしてると思うんですけども、あのライトロードデッキになんかぶっ込んでみたらめちゃくちゃ活躍して、なんかめちゃくちゃワンキルできたみたいなあのデッキなんですけれども、これ冷静に考えてください。これ冷静に考えてください。オットアイズデッキに入れないとダメでしょ。オットアイズメテオバーストドラゴンなんだから。オットアイズってついてんだから、オットアイズデッキに入れないとダメでしょ。ということで今日はめちゃくちゃ頑張ってオットアイズデッキでこいつを出せるようになんとか頑張って作ってきました。あのね、俺は夕夜ごっこがしたい。俺はアーク5っていうアニメが、まあ、めちゃくちゃ叩かれてんだけど、なんかいろんなそのアニメ評論家みたいなやつから、なんか視聴者からめっちゃ叩かれてんだけど、俺はあのアニメ結構好きなんだよ。で、やっぱ夕夜くんってその結構デュエルタクティクス高くていろんな召喚方法を使えるんですよね。まあ、ペンデラム召喚した後にシンクロ召喚して、その後エクシーズ召喚して、その後融合召喚するとかもできるんですよ。でこれをね、なんとかして活躍させたいなと思って作ってきました。はっきり言いますね。あのね、まあ、これほとんどキャラデッキみたいなとこあるんですけども、やってることは、あのマジで弱い。マジで弱い。弱いっていうか、環境が悪いっていうか、サイクロンサーチするスキルとか、あのヒーローの、とかもあるし、あと狩場。で狩り場マジゴミすぎて、あのスキルマジで無理なの。その何の制約も何のコストもなしにさ、狩り場貼られてさ、高校で。ほんで、なんか、ペンテラムスケールから何からなんか全部叩き割られると、もうこっちリソース回復できないから絶対負けんのよ。そもそもワンキルされるしね、4000しかないからライフが。で、手札4枚の時点でペンテラムデッキ結構辛いし。ということで、めちゃくちゃ環境 逆風なのと、その、もうそもそもコナミがなんかペンテラム、デッキ売る気ないみたいな話はあるんだけど、一応頑張って救ってきたんで、使っていこうかなと思ってます。で、どうやって出していくかっていうと、この桐生の魔術師っていう、まあ、モンスター、これを使って出していくのが、まあ、今回のミニボックスのね、まあ、コンボでございまして、これを、どういうことを持ってるかっていうと、このカードシンクロ素材とする場合は、ドラゴン族のシンクロモンスターにしか使用できませんと。で、他のシンクロ素材にオットアイズモンスター以外のモンスターを使用した場合、このカードを持ち主できるうちに戻しちゃいましょうみたいな感じですね。だからまあ、オットアイズを使えと。とにかく。なんか縛り結構きついよね。オットアイズを使えと。キリュウの魔術師を使うんだったら。で、じゃあどうやってオットアイズを使っていくかっていう話なんですけども、まあ、オッピーですよね。基本的には。基本的にオッピーを出して、まあ、こいつとシンクロしていく。で、こいつがオッピーとシンクロしやすくなってるんですけども、効果が。このカードが手札墓地に存在する場合、自分のフィールドのレベル7以上のオットアイズモンスター1体対象に、そのモンスターのレベルを3つ下げて、このカードを特殊召喚するっていう効果なんですよ。だから、まあ、要は、7がいれば、こいつを4、レベル4にして特殊召喚できるんで、すぐに7シンクロができると。ということで、キリュウの魔術師は、このメテオバーストと非常に相性がいいという感じですね。で、こいつ、墓地から蘇生もできるんで、墓地にいてもいいんですよ。だから、ペンデラムモンスターって結構墓地に行かないことが多いんですけども、魔術師で手札を捨てることができるカードがありまして、まあ、それがこの、流血の魔術師と、龍脈の魔術師ですね。このモンスターたちは、手札からペンデラムモンスターを捨てるとなんか相手のモンスターを破壊したりとか、魔法トラップを破壊したりできるんで、これの効果でこいつをコストとして墓地に送ると、墓地から蘇生して、まあ、実質コストなしみたいなことができるんで、結構強いと。まあ、この動きをね、なんとかして決めていこうと思ったんですが、動画内では決められませんでした。そもそも1枚しか入ってないし、サーチがオットアイズくらいでしかできないんで、天空の交際でサーチさせてくれ。オットアイズ桐生の魔術師とかにしてくれ、名前を。はい、で、他のギミックはね、ペンデラム召喚ができるようになってるんですが、基本的には。まあ、スケールをね、8と、まあ、1とかで、まあ、貼って、で、まあ、イーサルウェポン出したり、オットアイズ出したり、まあ、EM トランプガールを出して、トランプガールとオットアイズ、ペンテラムドラゴンで融合して、エンターメイトガトリングールっていうね、このなんかガトリング連射砲出していったりとかっていう感じの動きをしていきますね。はい。まあ、やっぱりね、使ってみて楽しいんですが、こういうデッキをね、回す場所が欲しいね。なんかカジュアルデッキ回す場所、マジでデュエルリンクスなくて、ランク戦しかないから、ランク戦とポイントバトルしかやんねえのよ、運営が。だからなんか、フリー対戦ボットだらけじゃん。だからマジでこのカジュアルデッキを回す場所がないと、こういうデッキ楽しめないから、新パック多分誰も向かないと思う。っていうことだけ言っとくわ。うん。デュエル。
スタンバイ。さあ、お相手の方、闇遊戯くん、よろしくお願いします。スタンバイ。闇遊戯くん、デッキわかんないよあの人初見でマジでデッキ当てられる人ゼロ人説をちょっと提唱したいんですけど、君さあものかさ、言うてたガイアか、君さあデュエルするとき必ず、あ、挑戦士の方来た、かっこいいやつじゃんけ、かっこいい方のやつ、あ、はい、失踪の暗黒士がいいだろう。あ、やった、チャンス、ほらチャンス、あ、キリュウさん来た、キリュウさん来た、フィールド魔法天空の交際を発動。ですね、ちょっと若干ソリティア味があるのでちょっと若干待ってくださいね。天空の交際で持ってくるのはオットアイズ、オットアイズを、まあ、エクストラから出すモンスターを剥がしてくれたんですけど、で天空の交際を発動、天空の交際によって俺のフィールドのカードを叩き割ってから、オットアイズペンデラブドウを持てるのに加えていく。そして、スケールは特殊召喚したい方をスケールを貼ればいいから、まずオットアイズユニコーンとペンデラムから出てきたらかっこいいからオットアイズペンデラムドラゴンだね今からねめちゃくちゃかっこいい動きするから見せて。俺はレベル5から7のモンスターが同時に召喚可能、揺れろ魂のペンデラムって風に描け、光のワークペンデラム召喚、オットアイズペンデラムドラゴンをペンデラム召喚し、さらに流血の魔術もペンデラム召喚、そして手札からキルの魔術の効果を発動、オットアイズペンデラムドラゴンのレベルを3つ下げてこのモンスターを特殊召喚できる。そしてレベル4のオットアイズペンデラムドラゴンにレベル3のキルの魔術をチューニング、シンクロ召喚、オットアイズメテオバーストドラゴン、メテオバーストドラゴンの効果発動、ペンデラムゾーンのモンスターを1体特殊召喚する。この効果を発動する場合このターンもこのモンスターは攻撃することができない。そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚。ここでね本当はオットアイズアブソリュートドラゴンっていうやつを出したいんだけど、まあ、いないからしょうがない。そして幻想の黒魔導士のモンスター効果発動、オーバーレユニットを1つ使い敵から通常モンスターの魔法使い族を特殊召喚する。バトルフェイズ、オットアイズメテオバーストドラゴンが存在する場合相手はバトルフェイズ中モンスターの効果を発動できない。暗黒騎士ガイアをゲームから除外、ダイレクトアタック対戦、ありがとうございました。これがオットアイズデッキのパワーだ。美しい、なんという美しいソルティア、さすが本気のエンタメデュエルだ。貴様ごときが榊エイヤに勝てると思うな。さあ、お相手の方、おっとカーリー渚選手、よろしくお願いします。デュエル様、珍しいですねカーリー、なんだろう、ドローセンス魔法罠とかですか。最近ドローセンス魔法罠めちゃくちゃ強いっていう話が実は結構あって、おっとなんだこれ、サンドラとかですかね。21枚、わかんねえな、まあ、とりあえず天空の交際かぶったらマジ弱いんだけど、どうしたらいい。天空の交際かぶったらマジ弱いんですけど、とりあえずオットアイズニコーン叩き割っていくしかないって、でオットアイズニコーン叩き割ってオットアイズペンデラムドラゴンを持ってくるしかやることがなくて、はい、ペンデラスケール貼ってで叩き割っていくしかなくて、マジ弱くてこれこんなことしてたら普通殺されますけどね。マジでこの高速環境にね対応できてない手札4枚のペンデラムモンスター、しかもぶっ壊れサーチなし、なんか天空の交際も結局カード叩き割ってサーチしてるんでアドソンなんですよね。メローマドンナ見習ってもらっていいですか、マカー劇団のメローマドンナ見習いとかような。とりあえず流血の魔術師をペンデラムスケールにセッティング、これワンチャン勝てる可能性あるな。EM オットアイズユニコーン発動で、オットアイズユニコーンを叩き割ってで、オットアイズペンデラムドラゴンを手札に加えていく。で、いやこれマジで手札誘発で多分耐えてるみたいなデッキだと思うんです。多分ベイルとかカイトロイドも、まあ、サンダードラゴンな気がするから、多分こいつドローセンス魔法罠覚えるから多分ね、まあ入ってるとしたらベイルとテンパランスだと思うわ、多分その辺。トリキライナーはあったらまずいけど、ね、召喚ムービーどうぞ。はい、相変わらずかっこいい、はい相変わらずかっこいい、はい愛も変わらずかっこいい。ペンデラムドラゴンを特殊召喚で、キレの魔術師を特殊召喚、レベルを3つ下げてモンスターを特殊召喚、ペロー、うわチェーンがあるトリケライナーだ
トリケライナーや、絶対的なトリケライナーや、トリケライナーや。いや、じゃあちょっと待って、トリケライナーだったらちょっともうなんか余計なことしないでこれ殴った方がいいんじゃない。そのまま殴りに行こうぜ。これで相手テキスト読まない説あるから、これこれでいい絵で、これさ余計なことせずにこれでバトルフェイズって言ったらさ、相手取り切らないの出さないみたいな展開待ち。神ゲーよく気づくな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 、やったー、よっしゃーバカめーバトルフェイズに効果を発動できないというテキストを読んでいないのか貴様。取り切らないのを出しておくべきだったな。ちなみに出されてたら多分負けてた。さあお相手の方、魔王降臨、覇王降臨、俺の信じるデュエルでサンダードラゴンですから、サンダードラゴン相手にはね、実はね相手が甘えてる展開をしてるとね、ワンチャンオットワイズメテオバーストを出せると勝つっていう話ありますからね結構ね特定のデッキだけにはねちょっと強いみたいな話あるんだけどね。とりあえずですね、天空の交差で叩き割っていくしかねえで、こうしとくしかねえで、両方回しようか。とりあえずオットアイズユニコーン発動、さらに龍脈の魔術師も発動、レベル2から7のモンスターこれで同時に召喚可能。揺れろ俺の魂のペンデラム、天空に描け光のアーク、ペンデラム召喚、オットアイズペンデラムドラゴン。一応エンターメイトガトリンクール出るんですけど、あれ高校用モンスターなんで一応タイムで、あのねマジでね、これ先行でこれやったところでマジ弱いんだよね。その OCG だったらなんかライフ8000守れるかもしれないけどさ、ライフ4000しかないからさ、こんな盤面余裕でさ4000取られるんだよね、余裕、あのライフがなくなるんだよね。ティンクルリトルスター、誰バトルフィールド中に3回までモンスターに攻撃できる、あやばい、この回転じゃん。ハーフシャット、行け、あイービルヒーロー一体を、パワー城、あそういうこと、だって上がるってこと、ね、やばくねこれ、えやばくね、やばくね、え嘘でしょ、は今のままじゃダメだ、え俺はもっと今よりももっと強、何この天才デッキ